お疲れ様でした。このまあ G1 の準決勝でその順平さんとこう同着の一着ってなかなかこう奇跡的なことが。そうですね、僕もあんまり記憶ないんですけど、まあ本当に僕も抜き入ってるんですけどね、抜けない感じで必死にハンドル投げたんですけど、あくまでもね、あのワンツーがのレースをし、まあ後ろのラインもありますけど、ワンツーをっていう形だったんでね、最後もう失速してくる状況じゃなかったんで、これはワンツーっていうことを考えたと思います。レースもそのちょっと根田さんが早めを動き出したんですけど、順平さんがすごく対応して、あもうなんかあの段階ちょっとまずいかなと思ったんですけどね、根田に抑えられて いったらすんなり新田が 3,4 番手に入っちゃうので、もう勝ち目はないですから、でもちょっと慌ててちゃんとこじ開けていってくれましたよ、はい、これでまた順平さんとの決勝決まりますか。そうですね、ちょっとね僕は力取りたいですね、昨日ちょっと頑張りすぎて、体力が消耗します、もちろん岸川というところがやっぱり武田さんのすごく、そうですね、やっぱりこの関東でやっぱりこう決勝戦行きたいですよね、西野選手と走りたいっていうのはありますよね、決勝楽しみにします、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい。